い、天川町だって。この噴火面白い噴火になってるんですけど、それでも大丈夫なんだね。これはどっちだ。これは北陸新幹線の方ですか。ね、右へ行くと高崎駅なんですけどね、左へ行くと今さっきの場所なんですけど、松見は辛すぎてダメなんだよね。蚊にも刺されちゃうし、松見は辛いし、積乱雲正面に黙々これが上越新幹線の方の綺麗に映せる場所ってないですかね。なんかダメだよね。トリセンさんで済ませちゃったけど、今回はベルクさん。なんか羊みたいな雲ですね。
ブール 100% ですみたいな。なんか羊雲って言い方ありますよね。イワシ雲だとか、ウロコ雲だとか。あとは何だろう。寺です。はい、商売っていうのは大変だよね。なんでお買い物にこんな遠くまで来なくちゃならないんでしょうね。まだ2つぐらい残ってんじゃないかな。温麺焼きそばと